Hello, everybody, and welcome to the Nerds at Large reaction to the Super Smash Brothers Ultimate Pyramifera Sakurai Presents Showcase thingamabob. I am one of the Nerds at Large, Jeff Mayo. Yeah! Let's go. Yeah. Watch the Smash presentation. Sakurai just posted. We get 3 more at most for this, pretty much counting this one, I assume. So, pretty much means Fighters Pass 2 is it. Or at least that is the plan right now. Not going to announce probably about this time though the first Fighters Pass that we're getting a third one, but yeah. Anyway, I am excited. Let's see. I am excited. I am a big Xenoblade fan. I wanted a Xenoblade 2 or a Xenoblade character in general, a Monolith Soft character, throwing Cosmos in that equation. In Smash, I think Monolith Soft deserves another rep, Xenoblade as well. So glad we got that here. The moveset looks fun and crazy. I'm curious to see how the switching and all that kind of stuff works and how different they are. And obviously, need to see who gets deconfirmed. You know, we'd love to see that. Just love to see it. Let's see. Yeah, about a minute left. Let me. Make sure volume's good. Okay. Cool. Here we go, baby. こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井です。何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまでしっかりご覧になられている方は、この周りを見て、おや?と思われるかもしれませんが、今回私の家での一人収録に戻っています。前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在日本には緊急事態宣言が出ています。日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかはお住まいの地域や国によって異なる影響を受けるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため一人収録に戻ったということです。またスタッフいません。Prediction. They're getting shadow dropped. 仕事は普段から完全テレワークですが、 Or at least later today. ますます人との接触がなくなりましたね。ともあれ頑張っていきたいと思います。一人で。ではまず最初にゼノブレイド2とは、 Go through the whole story. スイッチが出た年である2017年に発売された作品 RPG です。亜種生命体であるブレイドとそれと対になるドライバーがいる世界、ブレイドであるホムラとそのドライバーになったレックスを中心に進むお話です。戦闘などシステムの理解が難しいところもありますが、分かれば奥が深く、また独創性あふれる世界が山ほど楽しめることと思います。制作はモノリスソフトさん。
広大な地形を誇るゼノブレード2の開発当時、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのお手伝いもしていたはずで、どのようにまとめたのだろうと疑問に思える仕事量ですね。そしてホムラは天の聖杯と呼ばれる伝説のブレイド、真に殺されたレックスに命の半分を分け与え、世界中の学園を目指します。光はホムラの中で封印されていたもう一人の人格というより、こちらがオリジナルで、ホムラは後から形成されたものです。設定からすでに気になる要素満載ですが、詳しくは原作の本編で。簡単に言えばホムラと光はデレとツンですね。どっちがいいの？どっちなの？はい、これから私が解説します。ゼノブレード2のコントローラーなんです。すごいですね。例によって開発中のものなので、見た目やバランスが変わるかもしれないです。カメラは開発中のものを使います。また今回のプレゼンはキャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、ここもご了承ください。今回は先にステージ紹介をしておきます。ステージファースト、専用ステージはアルストの雲海。ゼノブレード2の世界アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣と書く巨大な神のしもべアルスの上で暮らしている世界です。ステージはじっちゃんこと青龍の背中の上をモチーフにしています。最序盤に出る、主人公レックスの家でもあり、本編では青龍の姿は大きく変わることとなります。青龍が雲海を進むのですが、遠景には劇中にも出てくるアルスが登場します。アルスは土地や地方でもあります。アバリティア紹介、ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮。グーラ領は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア、アルスの体内に広大な土地を持つ自然主義の列王国。スペルビア、スペルビア帝国は機械技術が進む軍事国家です。ルクスリア、ルクスリア王国は多くが You know, we should just go on all the titans, you know? So go in there, go into that one's belly. マルベーニが務めています。Go to the church on that one's back. 今アルスのダイジェストが出たと思いますけど、こういうのも私がこの場で撮影しています。背景色の変化も原作合わせ、原作登場順に並べており、懐かしく感じる人が多いのでは。参戦ムービーにあったように旅の仲間がゲストとして登場します。必ずドライバーとブレイドが対になって登場します。ニアとビャッコ、グーラ出身のドライバーとは表の姿。トラとハナ JS、 JS はジェットスパークモードの略です。他の意味なんてない。メレフとカグツチ、スペルビア帝国の炎の貴公子。ジークとサイカ、ジーク B アルティメットゲーム、いわゆる中二病満載の人ですね。ステージは青龍の気まぐれが大きな特徴です。首の上げ下げによって起伏が生じたり、背景にアルスが出るとそちらによそ見をして変わってしまうこともあります。This is an interesting stage. 復帰しようとしてる時に振り向かれたりすると、助かるものも助からないことがあるんですね。ぎっちゃーんって思わず言っちゃう。 Banned. よく見ると Not that there's any doubt. 首を振ったり汽笛が鳴ったり風車の回転が速くなるなどの予兆があります。 Okay. レックスの家も閉じてますね。なお戦場ステージ、終点ステージはこんな形になります。じっちゃんで無理やり戦場化するとニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。I was wondering about that. ゲーム中にあんまり見ることができないでしょうから、下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして、天板にはこんな感じに模様が入っています。次にファイターのご説明です。Go through stage and光がファイターです。なんと History of the thing pretty fast. 主人公であるはずのレックスがファイターではありません。へえ、
俺が参戦するんじゃないの？ん？何か聞こえたような、企画段階ではレックスと穂村光が2人セットで動いて共闘することも考えましたが、だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。このぐらいが限界です。 OK、8人対戦なら16人表示になりますね。アイスクライマーもかなり切り詰めてやっと動くのに、穂村と光はファイターの中では最も複雑なデザインなのでは。見てください、この画数の差。デザインについてはかなりいい造形になってるとは思いますが、原作と少し異なるところがあります。穂村はここが異なります。ストッキング時になってるところ、ギリギリ通るものにしようと何回も何回も作り直してやっとここに至っています。光はいわゆる多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスピリッツにおいて新たに書き起こしていただいたデザインです。実は逆移植的にゼノブレード2本編でも使うことができます。2人はスマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技でいつでも切り替えることができます。 Pretty fast change。 ホムラと光どちらを先行させるのかはファイター選択画面で Y ボタンを押すことで切り替えることができます。次にカラーバリエーションについて、実質2人なのでカラーバリエーションも 2×8 で16種類あります。それぞれセットになっているので自由に組み合わせられるというわけではないのですが、バリエーションが多くより楽しめることと思います。 2P カラーはプネウマイメージ。 That's confusing。 3P はホムラ風光と光風、原作にもありました。 4P は猫耳パーカーイメージのホムラとニアイメージの光。 5P はダークカラー、ヴィラン風にしてみました。 Okay。6P はトリコロール、旅客機のような爽やかなユニフォームです。 7P はリアルタイプというとなんだけど色合いを極端にしてみた版。 Okay。 8P はゴールド&シルバー、プラチナでもか。特に 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。ただ 3P に限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、下のインフォを見ればお顔でバレバレであるということはお伝えしておきます。They weren't hiding anything in particular in there。簡単に言えばパワー型のホムラとスピード型の光ということになります。運動性能はこれぐらい異なります。That is the difference。普通の歩きもやっぱり光の方が速い。ジャンプのスピードなんかもだいぶ光の方が速いと言えますね。同じ時間だったら回数繰り返しできちゃう。さらに個別の特徴を増す特殊性能があります。ホムラはフレアスマッシュ、もともとパワー型ですが横スマッシュ攻撃が格別に強くなっています。ダメージも大きいしよく吹っ飛ぶ。当然隙は大きいですが多人数乱闘でラッキーパンチを狙ってブンブン振るのも良いのでは。光は因果率予測、回避の出来は本来ならダメージを受けるタイミングで因果率予測を発動させダメージ軽減とわずかなスロー効果が得られる技です。Oh, that's when she just dodges? 出し続けるのは難しいかもしれないけど、純粋に回避が優遇されて、反撃のチャンスを生むことができます。こうしたらもう隙だらけという。ベヨネッタのバッドウィズインと似てますね。次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり通常技の対術は概ね同じですが、ここでもスピードとパワーが異なります。同じ技を使った場合光の方が素早く出るし、コマラの方が威力が高いです。リーチはコマラの方が少し長い傾向ありますかね。比較してみると技のスピードはかなり異なりますね。こりゃ光を使うでしょうなんて思うかもしれませんが、蓄積ダメージに注目してください。同じ技でも威力はこんなにも違います。こりゃあホムラを使うしかないよねとか思うかもしれません。攻撃力アップの比率が決まってるわけではなくて、各技ごとに設定されています。もちろんどちらが強いのかは戦局や戦法、相手の対応っぷりによります。
長所を押し付けてれば強いし、短所を疲れると弱い。ただずっとチェンジしていなくてもデメリットは。I definitely get the imagine this where I'm like, ah, should he use Pyra? Ah, should he use Mithra? 弱攻撃は単発で止めるとアッパースイング、連打で100列。ほぼ全ての技がそうですが、ホムラは炎、光は光のイメージを持っています。光が光と。ダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく。ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。Okay. 強攻撃、光のスピードは連打もでき、牽制やお手玉に向きます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。特に光の強攻撃下は相手や蓄積ダメージ次第ですが、かなり多くの技がつながりそうです。そしてスマッシュ攻撃、先ほども触れたようにホムラの横スマッシュ攻撃は格別です。製品版では調整されるかもしれませんが、同じ体力ためらしでもこれぐらいの落差があります。もう最大ためなら 20% からの撃墜もできるかもしれません。そしてそう簡単に食らうわけないですけどね。隙は非常にでかいので気をつけましょう。食らわないんかい。じゃあやります、やります。はい、撃墜。上スマッシュ攻撃は光は連続ヒット、okay. ホムラはだいたい一撃とか単発気味に当たる違いがあります。どちらも前からヒットすることができます。Okay. 下スマッシュ攻撃は左右同時攻撃。やはり。Love a good down smash that hits both sides. Unless I'm on the receiving end, then it sucks, you know? It's cheating. 通常空中攻撃も。Only I can do it. ホムラは単発。光は連続ヒットという差がありますね。Finally, punishing Yoshi for tax fraud. 随分異なってくると思います。前空中。後ろ空中、上空中と空中制御にも大きな差がありますから、攻撃の当てやすさなどは光が勝ることと思います。ただやっぱり威力が違います。手数で勝ってもダメージで負けることは少なくないでしょうね。次に下空中攻撃。下空中攻撃はホムラにだけメテルがあります。広くて当てやすいですが、気は弱めなので追撃にはご注意。崖外への追撃は光の方が速いので追撃しやすいという考え方もありますし、ホムラの方がより吹っ飛ばすので撃墜しやすいという考え方ももちろんあります。つかみにも事実上の落差があります。光の方が素早いため前を詰めてつかみやすいですね。外れても素早ければリスクを抑えられることでしょう。反面威力はホムラの方が大きいです。前投げ、後ろ投げ、上投げ、そして下投げ、それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。次に必殺技の説明です。Finally, some good food. チェンジだから通常、横、上必殺技の3種ずつ、ホムラと光で6通りです。それぞれ原作の必殺技をモチーフにしています。原作の映像を含めながら、Music has been excellent. We're curious to see the full list. Let's go, baby. ホムラの通常必殺技、フレームノバ、剣を周囲に回転させる技です。こちらがスマブラ版。ボタンを長押しして貯めると回転数と威力が上がります。Okay. 左右同時攻撃なので本戦にも強いし、いわゆるめくりもしやすいです。そしてしっかり貯めれば相手を撃墜できるほどに威力が高い。ジャンプして貯めながら近づくのも有効です。なお、貯めをキャンセルしたり保持することはできません。出せば必ず出てしまう。地上でもごくわずかに左右移動できます。これはおまけ程度で、 every time I use that, then get punished for sure. Probably with power a lot. 光の通常必殺技はライトニングバスター、連続で斬撃を繰り出します。スマブラ版は同じように長押しして貯められる連続斬撃です。
Did they move like crazy before? ホームランの横必殺技ブレイズエンド剣を投げ飛ばし連続ヒットさせます。メイクセンス for the sword。 スマッシュは少し変わった飛び道具です。スマッシュ入力により飛距離を変えることができます。これスマッシュ内番、こっちアルバン。スマッシュ入力でも威力は大差ないけど、クリーンヒットとかすってヒットでは結果的にダメージが変わります。最大の特徴は剣を投げた後にホムラ本体を操作できること。剣がないため攻撃はできませんが、歩行や走行、ジャンプ、シールド、回避などが使えます。剣を受け取るときに隙ができるのでご注意。復帰措置を遮るのも使えますが気をつけて。剣を投げているので上必殺技などに戻ることができません。空中ジャンプと空中回避で崖が届くときのみ使ってください。一応反射もできます。But sword, you're me. 光の横必殺技、フォトンエッジ、ワープしながら無数の残影を出します。Oh yeah, that's what I was thinking of. スマブラ版はワープしながら突進することができます。性質はセフィロスの八頭一戦にも似ていますが、移動は横方向だけです。ホムラと異なりスマッシュ入力などもありません。どさくさに紛れて出すとなかなか対処しにくく頼りになります。反面隙はでかいのでご注意。復帰にも使えます。 That's a good scene right there. Xenoblade characters fighting Persona, fighting Banjo. Good shit. Now we had that before, but you know, new shit. 素直にシールドして攻撃後を狙うのが良いと思います。なお崖際から少し離して使えばとどまってくれます。Okay. 崖に近すぎると落ちちゃうので要注意。ホムラの上必殺技プロミネンスリボルト、大きな火柱を上げる技です。スマブラはジャンプで着地時大きな火柱を上げます。もちろん復帰に使う技ですが、吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので撃墜に使うことだってできます。出だし際に切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃よりも早く出るので確実に当てられるなら攻撃としても有効ですね。もちろんコンボを狙うのもあります。 Gonna Prominence Revolt on some fools. Let's go. なおわずかに前後移動できます。光の上必殺技パニッシュメントレイ、ジャンプから砲弾を放つ技。スマブラ版は切り上げ上昇後地面に対して砲弾を投げます。 She definitely jumps higher. 光の必殺技上は実はもう一種類あります。 What? 上昇中ボタンを押し続けるか連打するとレインボーダストになります。レインボーダストは原作ゼロブレード2のダウンロードコンテンツ、黄金の国イーラにおいて登場した必殺技ですね。トーナーラブ。パニッシュメントレイは強い弾を一発、レインボーダストは扇状に弾を5発発射します。復帰阻止に使うならパニッシュメントレイの方が飛距離はあります。直接のダメージソースにするならレインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの弾を当てられる場合ですけどね。なお、それぞれ反射をすることができます。レインボーダストは跳ね返したそれぞれの弾が光方向に返っていきます。そして散々出ていますが、下必殺技はチェンジです。正確には光チェンジ、ホムラチェンジと言います。Official names。変身時、わずかに無敵が発生するので、回避のように使えないこともないです。That's crazy. Infinite dodge. 最後の切り札もホムラと光で異なります。
ホムラの切り札はバーニングソード、謎の着地。これをスマブラ流にするとこうなります。謎の着地も再現。 It feels right that Rex is the Crom of this game. Just feels right, you know? 続いて光の切り札はセイクリッドアロー。これがスマブラ版です。簡単に分別すればバーニングソードは撃墜重視、セイクリッドアローはダメージ重視です。まず最初の斬撃で相手をそれぞれ3人まで巻き込みます。レックスが発動していますね。 Yes, kill those plumbers. 最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。セイクリッドアローは Man, Sakura really hates Mario, huh? 大きさや当たりどころによってダメージが変わります。まあ、撃墜したい場合はホムラ、ダメージを与えたい場合は光を使うというふうに覚えてください。ホムラと光の差はどちらが強いとかどちらを使うべきなのと論じても仕方がないですね。双方に異なる利点があっていつも両方使えるんだから、戦局によってどんどん切り替えて利点を押し付ける運用をすればいいと。逆に欠点が引き立たないようにしましょう。 No weakness、まあ、スタンダードな使い方としては、序盤で光を使って相手のダメージをため、ホムラでとどめを刺す方法、余裕があるときはホムラで、ピンチのときには光で攪乱する方法、最初から最後までホムラを使ったり光を使ったりで。 What's the fun in that though, Sakurai? What's the fun in that? おおむねこのような運用になるのではという予想はあるのですが、それを上回っていろんなことをしてくれることに期待しています。楽しんでください。私はどちらかというとホムラの方が好きかな。あ、ファイターの話ですよ。やっぱりホムラかな。いや、ファイターの話ですからね。Sakurai's horny on main. That's the saying, right, kids? ホムラと光の応援にしばしば登場します。まず登場シーン、oh, nice. 最後の切り札では発動時に上切り下切りの違いがあります。範囲はあまり変わりません。 Doesn't change much though. レックスがやることは同じですが、ホムラと光が接する態度が少し違います。勝利画面でも登場します。ホムラと光で3つずつの勝利パターンに2つずつ出ています。ちなみにホムラと光は試合終了時の姿が勝利画面に判明されます。ナイス。なおファイターパスボル1を買うとレックスのミーファイターコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2ではなく、okay.1です。カービィコピーも光で異なります。 Okay, good. Good, good, good. 使えるのはフレームの場とライトニングバスター、一粒で2度おいしいということになりますけれど、ところでカービィのコピー能力の全てがそうなんですけど、コピーするとその技はオリジナルより強くなります。 Yes, I knew that. 蓄積ダメージに注目してください。コピーする場合は自分で選べない必殺技である分、攻撃力を上乗せしているわけです。広く知られていないのでプッシュしてみました。ちなみにホムラの Sakurai teaching deep lore today. That's a lot of damage. こんなにも破壊力が高くなります。それでは一通り説明しましたので実践に移りたいと思います。はい、Kirby is the strongest character. 今回は団体戦で行ってみようと思います。Oh. 相手は参戦ムービーのホムラをいじめていた3人組。Okay, cool. こっちも3人組ってことになりますけど、そんなことあるか。これはやっぱりホムラ光をプレゼンしないとしょうがないですからね。3対1でなんとかする。いや、3対2なのか。ちょっとあれですね、普通よりも必殺技多めでいってみましょう。ちゃんと振り向きをしてね。お、危ないよ、そんなことやってると。これっちゃうよ。実はね、コンピューターもちゃんと混乱するんですよ。まあこういう場合は上下の動きとかないからなんだけど、このもんはいらん。と
嫌でしょ、こういうの。よしよし。おっと、いけねえ、ぶつかった。殺技を持って。もうこのままフィニッシュしちゃいたいな。こんなにダメージ与えると大変なんで。あいつに。まあ、序盤は光でってのはセオリーで。おっとっと、いかんねえ。刃物は飛び道具。Is that on the character select screen? This is what, you know, they showed that really early. He has them just both in the slot. So you just see them both there. Like, yes, they do count as two separate fighters. Now I'm blanking it, they do that for Pokemon Trainer. I know once you select them, they're all there, but not on the actual screen. But that'd be like four characters on there, so it makes sense. I can't believe Gramps is in tournament legal. I thought he might be the one. People love slopes. Makes sense. そんなに高いダメージにはならんかもしれませんが、こんなもいらん。殺技、無駄に。Sakura is a spammer. Respect it. そろそろやばいよ、こっちもあっちも。そりゃ来ないよね、来ないよね。これでどう？ Okay, if he gets this and kills with that, this thing is...Plan being able to get two both their final smashes in. Come on. Oh, never mind. Not scripted. They'll switch and then immediately go into the final smash. It's crazy. I do like the movesets.Pyra has all the right kind of moods for me to do my crazy heavy character BS. Mephrosine's fun with all the craziness. Be fun to switch between them. Show me the music. Yes!ゼノブレード2の曲は最初から3曲入っていたので計19曲。ゼノブレードシリーズの曲は27曲になります。Too much new stuff, but you know what? ガウル平原でも使うことができますが、これは。It's a lot of songs. That's a lot of music from one of the best soundtracks for series in Smash. ゼノブレード2の曲が主体で、俺曲に設定されるようになりました。アップデートの際、俺曲セレクトの確率が変わっていることと思いますので、好きな曲を再調整していただければ幸いです。なお、勝利ファンファーレは戦争曲から織り込んでいます。Nice. 特典のスピリッツボードも入っています。実はもともと、レックス、ニア、トラ、ハナジェエース、メレフ、ジークのスピリッツは製品版に実装していました。ただし、BGM をゼノブレード2のものに置き換えたりしています。また、ハナ・ジェイスは実は召喚で得られるスピリットだったので、お題なかったんですね。それ、新たに戦えるようにしています。新たに足されたのは、シン、レツ、ラウラ、マルベーニーと誰か。I wonder who that is. このモザイクがかかっているのは、フネウマです。原作の終盤に出てきます。スマブラをきっかけに原作を遊ぶという人も割と多いですから隠してみましたが、船馬って大事なキャラなのに公式アートワークが存在しないみたいなんですよね。でもこのスピリッツにはなぜか Yes! これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた斉藤雅人。 People are gonna look at this like, oh, this character is too lewd to show on here. 尊いっていうのはこういうことを言うんですかね。感謝しています。Official new artwork, let's go. それと
レックスをレベル99にするとマスタードライバー状態のレックスに超過できるように。 Oh, was that a thing before? No, wait. 終盤の展開を含むので念のためにモザイクをかけておきましょうかね。ミーファイターのご紹介です。4体います。 4 new?Breakheart Sakura. Monster Hunter. The Monster Hunter dream's dead. Also, Capcom's dead. Yeah. I mean, I imagine. Killing lots of dreams with these costumes. Yeah, Capcom is just dead. That is very unfortunate.Maximilian dude's not gonna be happy.Dang. Didn't expect Capcom, the company, to be dead. Mario's dying at the end of the month. Nintendo's taking Cap, making sure Capcom goes down with him. Madness. なぜかここに来て、カプコン祭ゆかりのものが増えましたが、これはモンスターハンターライズの発売が近いですね。ゲーム内でリオレウスとも戦わすことができます。魔界村の新作も出るそうで、びっくりです。そして肝心の配信日についてです。3月5日に配信日、ファイターパスボル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。はい、セロドラップ余談です。すでに参戦ムービーが公開されていますよね。ご覧いただけましたでしょうか。 Once or twice. 今回の参戦ムービーはスマブラ4から始まっている。今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう。実は唯一私が考えていないムービーなんですね。参戦ムービーはいつも私が台本を書くところからスタートします。それを土台に CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。ナイス。ゼノブレード2をプレイしたとき、その実機ムービーの質素量、そして完成度を驚きました。 They were good cutscenes. そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりだろうと考えたわけです。おかげで原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く Makes sense, yeah, considering it's literally in-game stuff. もちろん CG に対していくばっかの監修は行っていますが、いつもよりずっとソフトです。ゲームパート制作はいつものようにスマブラ開発チームで、ゲームパートのセリフは私が考えています。最後の効果音付けまで監修するので、 CG パート以外の制作は変わらないですけどね。ファンに喜ばしいものになっていただければ幸いです。個人的にはキャラクター性もあって華々しくて良いと思っています。それと今回手前にフィギュアがありますね。これもちろんアミーボじゃなくてですね、市販のものですけれども非常によくできていますよね。私は参戦ファイターが決まるとこういった立体物を買い求め、モデル班に渡して制作の参考にしてもらったりします。立体物は必ずしもゲーム設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏とか。オフィスの私の席には多くのフィギュアが置いているところがあります。日本のファイターのフィギュアは念のために、鍵付きの棚に隠していたりもしましたが、何より今はもうオフィスには帰れない状況ですね。けれど頑張っていきたいと思います。そしていよいよスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツもあと2体です。こういう何々の使い方を放送する機会もあと2回しかないです。次回をお楽しみに。次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。それでは次回お会いしましょう。さよなら。
Bye, Sakurai. What? No new fighter? What is this? What is this? What is this garbage? JK. Alrighty there. Let's see. I guess we got a cam only. Okay. Yeah, that was the Pyramifera little showcase thing. Nothing too crazy. Actually, it was just showing off the fighters. Played, you know, about what we expected. Pyra being the heavy hitter, Mifera being a lot faster. It's crazy to see, actually, like, comparison and see how stronger slash faster they are than each other. It'd be fun switching around them, figuring out which moves work best and all that, and you know, situations, yeah. I play them. I probably will be switching around a decent minute, or at least wanting to slash trying to. It'll become clear when I'm trying to go for the kill if I switch to Pyra. If I just mainly use her to, you know, get people gone, you know? Yeah. Maybe depend who I'm facing and all that. What else? The state, like I think I mentioned close to the beginning, the stage introduction thing seemed to be less than normal, which makes sense. Looks like there's not too much crazy going on the stage. It's pretty basic overall, as far as it not doing much, besides, you know, Gramps turning his head, which I imagine will lead to some shenanigans, and I am here for it. Let's see. Music? Yes, add in all those tracks. I'm bad with song names. I saw there's at least the Torn of Battle theme in there, which is great. I think the rest of it is, yeah, is from 2. So there's nothing. I think there's a Xenoblade 1 song in there. I think so. Again, I'm bad with song names. I'd recognize the songs, but the names do, reading names for the most part, do nothing for me. So I'm curious to see what exactly is the mix between potentially adding 1 or 2. May they put an X song in there? Probably not. Mii costumes, kind of figured they would do like a Morag one. Since, you know, the Xenoblade 2 character. But apparently Xenoblade 2 is Capcom. Little known fact. So, yeah, Capcom is dead. I know he mentioned why Capcom, you know, the Monster Hunter Rise and Ghost of Goblins, because, you know, new games coming out, which, I mean, it makes sense, but I don't know. I feel like people will use that to try to, like, okay, keep their Capcom dream alive, which is fine. But, yeah, in my mind, Capcom characters are dead, because for the most part, the main ones that, the two main ones that you would think would be there, Monster Hunter and Resident Evil, have been disconfirmed at this point. But the Resident Evil spirits are out back in these Monster Hunter skins. So, yeah. Yeah. All pretty good showcase. As me and everyone else figured when Sakurai and Smash Twitter page were like, save your replays. Pyramith are dropping later today. So maybe Dari and I can do a little stream or something with that. That'll be fun. Can't wait to maybe try him out later tonight, depending on what I got going on. But yeah. Like a great character. Stage, again, pretty simple. Like, it looks really good. I'm glad that, you know, having all the Titans and stuff in the background and all that. And the added thing of Gramps turning his head will be fun. I'm trying to think. What else was in there? Not really much else. Pretty basic. I'm glad for the sanity of quote-unquote normies that he didn't delve too long in the history of Xenoblade/Xenoblade 2. So that was nice. Yeah. You look forward to, at the very least, impressions for Pyra and Mifra and Smash on the upcoming Nerds at Large gaming podcast. Available on the YouTubes and all other podcast services. So you can look forward to that. Yeah, here you go. I think that does it. Bye.